Hello, this is WF. 日本の企業やアパレルブランドに対してというか考えるところで言うと、それこそ香港系の IT であったり、レンクロフォードっていうところに卸をしてみたいだとか、取り扱ってもらいたいっていうのは非常に今現在でも、ね、よく聞きます。そうですね、うん。デザイナーさんの意向であったりとかでもよく聞くところではあると思うんですけれども、少しそのパワーバランスというか、が、中国現地では変化が生じてきたということなんですけれど、その辺どうなんでしょう、最近の様子というのは。そう、まあ10年前とか15年前だと、中国に行くってなったら、まあまずは香港だとか、もしくは、その、名指しで行くと本当 IT から入れようみたいな声って本当多かったと思うんですよね。実際ずっと伸びてたんだけど、やっぱここ数年結構潮目が変わってきてるなっていうのはすごい感じていて、で、IT だと上場してるんで、情報も開示されてるんで、見ようと思えば全部見れるんですけど、売上だとね、ずっと一応増えてはいたんだけど、ついに2019年度に、18年度と比べて約 13% 減、売上が。で、まあ、前々から中国では IT の勢いが落ちてるっていうのは言われてたんですけど、それが初めて数字で、露骨に現れてきたなっていうのは今感じているところですね。それでも伴ってって言い方はおかしいですけど、店舗が中国全土で、減少してるっていうことではないんですよね。香港とマカオをどんどんお店を減らしていて、まあそれは政治的なものから来る経済の衰退があると思うんですよね。で、まあ、IT もそれはよくわかってるから、まあ、香港で始まった会社とはいえ、中国大陸で頑張るしかないっていうので、ここ2、3年は中国大陸での店舗増やすっていうのを逆に、力を強めてたんだけど、まあ、2020年の2月末で比べると、その1年前と比べると、ずっと増やし続けてたのに25店舗お店が減っていて、まあ、ついに固定費とのバランスが崩れてきて、不採算店舗みたいなところがすごい増えてきてるって感じですね。それこそ数年前までね、IT とかレンクロフォードって言ったら、やっぱりこう中華圏で言っても、こう名が知れているセレクトショップ。まあ、それはアジアへの影響だけじゃなくてね、それこそヨーロッパ圏に対してももちろんそうだとは思うんですけれども、まあ、それが、2019年を、一つの、こう、キロとして考えたときに、店舗が減ってきたりとか、第三店舗が多くなってきているって背景としてはどういった要因が考えられるんですかね。もともとはやっぱ10年、10、まあ、15年前のレベルで言うと、それだけ海外のブランドが集まっているお店っていうのはとても少なくて、そこにコンセプトを目をつけて IT がぐんぐん伸ばしてきたっていう背景があるんですね。で、IT だと、本当日系でも、僕が上海来たばっかりの時でも、まあ、Nハリウッドとかエイプから始まって、まあ、ネイバーフットだったり、まあ、いろんなものが、あと、日系じゃなくてもマルジェラとか、すごいいろんなブランドを抱えていて、まあ、そんだけたくさんのブランドがいっぺんに集まってるとかないというので、選択肢としてはもう、一択まではいかなくても、まあ、強い選択肢とそこがあったんだけど、で、それはレンクロほど全く同じで、まあ、あそこに行かないとないよねっていう状況が昔なんですよね。でも、まあもうみんな知ってるように上海とか北京はじめとしてもうお店いっぱいあるじゃないですか。で、それはセレクトショップが増えたっていうのもあるし、各ブランドが自分で出てきてるっていうのもあるから、でそんだけ選択肢が増えてきた時に IT がもともと強みにしてた独占契約で、やることによって取引条件を自分たちにとって良くして、まあ、かつ値段のコントロールが、小売価格のコントロールが独占すればし放題なんで、内外価格差でも釣り上げちゃって、その日本のブランドだったら日本本国と比べてめちゃくちゃ高くして、高い粗利率を誇ると。で、そこをアンカーにして、すごく高い海外ブランドの横で IT のオリジナルブランドを開発して、まあ、そっちの方がお得に見えるから、そっちも売れる、で。そっちはすごい高い粗利率があると。っていう順繰りでずっと好循環があったのが、まあ、周りが同じように出てくると、価格差もあるし、どんどん他が売れてくると、IT の利益率が減った、まあ、粗利率が減ったりとか、あと一番は、在庫が残ってくるんですよね。回転率がもうどんどん悪くなって、
もう一時期と比べると今相当回転率が悪くなってるので、そういう背景があると思うんですね。うんうんうん、それこそね、中国の Z 世代だったりとか若い世代に関して言うと、うんうん、そういう、こう、売買をするためのアプリであったりとか、そういうのが整っていたりとか、うんうん、あとは個人単位で、まあ今ね、コロナウイルスの影響でね、自由に渡航ができない日々が続いていますけれども、まあそれこそ個人単位で、うんうん、まあ上代の価格で買って、帰ってきて、中国国内で、それこそそういうアプリを使って販売するとかっていうのも、一つの要因ではありますよね。うんうん。そういう並行輸入とか、代理購入とか、うんっていうのももちろんめちゃくちゃ大きなライバルになってるし、プラス今出てきたその Z 世代的な話で言うと、うん、Z 世代やっぱそもそも有名じゃなくても自分たちにとって面白いものは面白いんだみたいな価値観っていうのがすごく強くなってきてるんで、まあ、それが一つは古着かもしれないし、一つはこの売れてないけどインディーズのブランドで面白いブランドかもしれないし、うんうんうん、なんかそういうところに若い人たちが流れてるところもあるので、その、うん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 、海外で人気だから中国に持ってきて中国でも人気なんだみたいな元々あったロジック、セオリーがだんだん崩れてきていて、そこのパイが減ってるっていうのもあると思いますね。うん、うんうん。それこそ数シーズン前のね、上海ファッションウィークで個性派みたいなね、それこそ大きいメインテーマに掲げられて、うんうん、まあそれこそ数年前まで言ったら IT とかレンクロフォードで扱ってる、まあ要は世界的にネームバリューがあるようなブランドじゃないところを求めてきてるっていうのは最近の中国市場というか、マーケットの大きい一つの特徴ではありますよね。うん。うん、本当、もう多種多様というか、もうブランドがすごいめちゃくちゃ増えたし、それに対する需要性もすごい増えたんで、まあそこは IT にとって辛いですね。まあ、その代わりまだ IT もそう言ったって強いし、今で750店舗弱ぐらいは、うんうんうん、中国大陸と香港だけでもあるし、で、逆にそのベイプを数年前に買収したみたいに、各ブランドのオンリーショップっていうのも今力入れてるので、ベイプとあと、建造か。建造も中国大陸は IT が、オンリーショップをやったりしてますけど、うんうん、なんかそこにもう一回、そのピリリと辛いブランドとか商品を世の中に届けていくんだみたいな気持ちは最近よく感じていて、うんうんうん、それもあってさ今度来月というか12月か12月に今ストゥディオスとかアメリヴィンテージとかユナイテッド東京とかパブリック東京がある新天地のエリアですね、最近リニューアルが終わったところですけど、うんうんうん、そこにネイバーフッドとカーハートとストゥーシーとって言って、うんまあ、ベイプの旗艦店の隣にどん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 お店ができるけど、それはIT が仕掛けるって聞いてるので、うんうんうん、なんか今までとは違う、単純にブランドをゴリゴリっと集めたブランド集合店じゃなくて、うんうん、まあ中国語でピンパイジフディエンっていうそのブランド集合店ですね。っていう業態から一個ちょっとシフトしようとしてるなっていうのは。うんうんうんまあ、それこそ旗艦店として構えることによって中国国内限定の商品であったりとかっていうところもラインナップとして集められるっていうところはありますもんね。うんうんうん、うん、そうですね。そうブランドも限定品を中国だけのために作るっていうのももう本当今は流行りだし、うんうん、そういうところでも売り上げっていうのは取れるから、うんうん、なんか単純なセレクトショップじゃない、まあ、イベントショップというのかコンセプトショップというのか、うん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 、世の中に、まあ、価値をどう伝えるかみたいなのをもう一回、会社の中でやり直しをしている時期なんじゃないかなと思います。